どうも、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクター、わさもんです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年々目標1600人目指しておりますので、もしよろしければ、高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、Do It Yourself Step 6 DIY ってどうでもいいもの、役に立つです。すごいよな、ほんと。廃材を使ってとかもできるしな。まあそういう感じなんじゃねえの。まあまず前回のおさらい第5話が、しーちゃんが入ってきたよっていう話なんじゃない。でまあその入ってくるタイミングで、あの なんて言うんだっけ、あの木の上に家作るみたいなさ、あれをさ、なんて言うんだっけ、なんか忘れたけど、まあそれを作ろうっていう風に、なんか忍者ハウスとか秘密基地とかいろいろ言いよったけど、ああまあなんか確かにぽいなっつって、でまあそれをこういろいろやってこうぜっていう中で、まあプリンがねどういう風に入ってくるかなっていうのがあるから、まあ楽しみなんで早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いやーマジでしーちゃんが可愛いんだよ。しーちゃんだなー、やっぱ。あー俺はしーちゃんだね。でも名前がすごいよな。好奇心、好奇心、しー天才。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1スタート。英語の先生って感じ。ほっ、やった、運んだ。運んだだけなんだよな。こっから作るんだろ。ほう。漂流物じゃない可能性として、いろいろ浮いてそうだしな。で流れ着いたやつとかも使えそうなイメージではあるんだけど、本編開始。ステップ6 DIY ってどうでもいいもの、役に立つ。
に。ほう。あら。まあ、クラゲではあるけど、お前は機械なんだ。折りま。やっぱセルフかわいいな。DIY 部のみんななんだよな。北三条駅でいいのかやっぱね。海だ。流木ってどうやって持って帰るんだろう。ユアセルフグッチ。やさぐれ先輩の私服いいな。イメージ通りって感じ。うん、たくみんらしいね。ええな。使えそう。かわいい。いいね。なんだこれ。すげえなこれ。それはナマコでは。
お土産っつうかナマコどうやって持って帰るつもりなの。おう。壮大やな。危ない。いい感じの流木では。すげえ、持ってきてる。かっこいい。すげえな。海まで来て。いいな。いいな。ちゃんとジョブ子だけグッジョブをしてんだよな。マイナスだ。B パート。できた。まあ、やっぱそうなるよね。あ、エッチな見せ方だ。ちゃんと着てる。でしょうね。ん？せっかくの海だしね。
いいな、この先生のカット入れるのいいな。水雲。シュノーケルです。ビーチフラッグか。早い。やばい、推し同士が競っている。どっち？先輩じゃね？しーちゃんだ。めっちゃ動く、いいな。あらあら、かわいい。すっげえ。バケモンや。あ、やばそう。いいじゃない。やっぱセルフのこと考えるんだよな。でもセルフはもう私以外の人と仲良くしてるんだよな。やっぱそうなるよね。
ああ、すっげえおしゃれだ。おしゃれだ。あれ。へえ。すげえ。すげえ。おお。ワークワン。帽子掛けだ。ちゃんとあるね。いや、これセルフのために作るんじゃね？どうかな？いやー、でもいいな。なんだろう、この頭からケツまでずっと平和、こういうのいいよな。おろ。
ステップ7 DIY ってジメジメしてたら家でやればいい。雨降ったけんか。まあでも確かに家でもできるもんな、日曜大工的な。なんか最後の絵がちょっと違ったな、いつもと。なんだったのか。まあでも海行って材料はいい感じに集めることはできたね。でもプリンがまだ入ってないな。どういうふうにするんだろうね。どういうふうにするんだろう。どうするんだろうな。まあ。まだ行かないんだ。でもあの時拾ったね、シーグラスは持って帰ってきて。多分セルフに作ると思うんだよ。多分。そうじゃないにしてもまあ、セルフとの思い出的なね。でも私はセルフと一緒にいたいけど、そのセルフはもう DIY 部のみんなと一緒にいて笑顔なんだよな。どういう風にするんだろうな今後。プリンがいつ入るのか。まあ入るかは分かんないんだけどね。多分入るとは思うんだけど、どうしていくんだろうね。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで Do it yourself ステップ6 DIY ってどうでもいいもの役に立つでした。ありがとうございました。ならね。